国を発展させて考えがあるの。著作一つ策があるのですが。 不肖兼次に妙案あり。考えがあるの。考えがあるの。考えがあるの。 任せて。 考えがあるの。 提案がござる。 不肖兼次に妙案あり。 故に了承。 年号を測る御所マスを作ってたんだ。小さめにしといたからみんなも喜んでくれるだろう。努力を統一するのに歴史上どれだけ苦労があったか。いや、君の考えは立派だから止めはしないけどね。 国を発展させましょう。無茶な陳情が来た。じっとしてても始まらない。 わしに考えがある。
アヤの話聞いてください。わかりました。まず聞かれよ。お耳を拝借。わしに考えがある。私の助言聞いてくれるかな。なんだかこうふつふつと湧き上がってくる。私に考えがある。任せておくがよい。わしはこの程度では私の助言聞いてくれるかな。お耳を拝借。
私たち出陣。みんな、生き残ってね。敵拠点を制圧する。相手が悪かったの。運のないやつで。攻めてみようかしら。入るか。よほど知らずね。強引にでも。参る。発生いたす。
万事任せられよ。援軍なんて戦いはこれからよ。このまま走り続ける。そんな平八郎を戦い援軍に集散。やりよ。この拠点はもらった。任せておけ。諦め。行くぞ。ではならぬ。勝機は必ず。蹴散らしがいがあるわ。見事なる武勇。足の恐ろしさ、また思い知れ。やられた話で終われるか。敵なら言うまでもない。
敵車を撃ち取ったぞ。難しい状況です。次の敵車を撃ち取ったぞ。状況です。次の相性首が欲しくば語ってきなさい。気はあります。諦めてはなりません。今だ、攻めろ。援軍突撃だ。救援コール。しないで見せる。難しい状況ですね。次の手は汚名返上と参りましょう。急げ。行くぞ。毛利元就が孫輝元、総武譲りの知略を見ろ。切り開く。
さっきの戦での活躍、あなたの思いが伝わってきた。だから私も負けられないって思えたんだ。うん、戦場から思いは伝わってたよ。私も負けないから高め合っていこう。承知いたしました。かしこまった。